5月のジュビロ磐田戦で左のアキレス腱の断裂がありました。そこからはサポーターからの支えをもらいながらリハビリに励んでいきました塩澤です。さあ残り時間も少なくなってきました。3対0松本山がリード。そういったね、こう怪我をなんかですね、まあ、苦しい思いを経験した選手っていうのはね、本当にこう、まあ、メンタル的にもすごく強くなってると思うんですよね。今日は 18,496 人のサポーターがこのアルウィンに詰めかけています。田所さん、はい、アディショナル4分です。アディショナルタイムは4分の目安。ママのキープ、タクシングのアプローチ、これ飯尾選手ですね。そこには飯尾の厳しいチェック。野沢の冷静な対応です。ベテランの野沢、また飯尾選手がしっかりアプローチすることによって、あとは井山選手のその守備のリスクですね、まあ、そのカバーリングもしっかりできてますから。今日再三攻守にわたって活躍した木山が右サイド、そして岩上から玉林に送ろうというボールでした。さあこの位置からは岩上のロングスローがあります。この試合では今日初めてですよね、ロングスローです。まあ、今日はフリーキック、コーナーキックからのセットプレーが多かったんですが、今シーズンはこのスローインから6得点。少しカーブをかけて三島の右足、残っていた鈴木孝之、ポストプレーには岩間の対応。岩間選手ですよね。目立たないプレーなんですけど、こういった選手がいることによってその攻撃の安定性っていうのもね、こう出てくると思うんですよね、はい、さあアディショナルタイムに突入しています。松本山雅が3対0水戸ホーリーホックを突き放しています。大合唱のアルビン、もう残り時間は少なくなってきました。 J2 の最終節、さあ田中雄大、水戸ホーリーホック、速いクロスを入れる。鈴木孝之との呼吸が合いませんでした。大合唱の松本山雅のサポーターです。今日再三フリーキックからいいプレーを見せた手中にから、そこで塩澤がチェックリック、体を張る飯田、19得点の船山、セル、オフサイドです。どうしても3対0だと残り時間少ないですし、もう守備を意識して、まあ、深くなってくるところもあるんですけど、自分たちのスタイルですよね。前線からの守備、攻撃、そういったところしっかり出してますね、松本山はね。最後までこの総力を生かしたサッカーです。さあ来季に向けての大事な戦いのこの J2 最終節、足が止まりかけるこの時間帯も積極的に長いボールを使って走らせます。追いかける塩澤、伊藤のボール、田中雄大クロス、ヘディング落とす、野沢の対応です。この今ゴールキックから小沢が走っている、岩上へというボールを選択仕掛けました。まあ、水戸の方もね、まあ、攻撃に対してはその高さのツートップですね。沖山を追う、沖山さん、この時間帯にこの木山の運動量からのダッシュいかがですか。やはりアプローチの寄せですよね、まあ、そこに、木山選手が行くことに対して、その井山選手が、しっかりと守備の、ね、バランスをしっかり取ってるんですね。そこの2人のコンビネーションというのは本当に今シーズン、まあ、安定している結果ですよね。さあ残り時間ももう少なくなってきました。3対0ここで試合終了のホイッスル、松本山が最終戦3対0で水戸ホーリーホックを退けました。
あそしてゴールキーパーの野澤のもとに選手たちが走っていきます。苦しい時期をね、はい、こういった戦友でありますからね。あこう嬉しさと悲しさがこう混同する涙です。3対0松本山雅がホーム最終戦最終節を勝利で飾りました。いろんな思いがあると思いますよね。はい、苦しいこともありましたしね、今シーズン限り、はい、対談する野澤、そして現役を引退する飯尾和也、そして山賀を去る玉林と、その目には涙があります。さあこの後は飯尾和也の引退セレモニー、そして最終節のセレモニーが行われる予定となっています。来年はクラブ創設50周年を迎えます。放送席そしてサポーターの皆さん、反町監督です。苦しかった前半、そして鮮やかな後半、見事でした。そうですね、まあ、我々の総力を考えると、まあ、後半勝負かなというふうに思ってましたし、まあ、そのためには前半やっぱりゼロで抑えると良かったと思います、はい、そして今日が松本山雅のプレーが最後、そして現役最後という選手が存分に動いてくれました。そうですね、まあ、こういうシチュエーションをね、まあ、整えることができたので、まあ、それはそれで嬉しかったと思います、はい、苦しい時もありましたが昇格を決めた後も緩むことなく最後しっかり締めましたね。そうですね、まあ、これはもう選手がみんなが一丸となってトレーニング、またもう今日の試合にしてもしっかりと準備してやってきた、まあ、その成果だと思います、はい、そして史上最多を記録した今日の観客サポーター、素晴らしいサポーターですね。そうですね、まあ、今日は最終戦ということもあって、より一層みんな声を張り上げてくれて本当に感謝しています。さあこれで J1 に挑む舞台は整いましたし、これからいろいろ補強をその他も含めて大変だと思いますが、 J1 に向けては、そうですね、まだまだ足りないところたくさんありますけども、まあ、我々はチャレンジャーとして、潔く頑張っていきたいなというふうに思います。 J1 でも思う存分暴れてください。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。反町監督でした。反町監督の口からも感極まった声が聞かれました。ではこの試合のハイライトをここでご覧いただきましょう。まず前半38分の先制のシーンです。この大久保のオーバーヘッドキック、これはプレーですけどね、セットプレーが来ました、はい、まあ、このシーズンのストロングポイントは早い時間帯続いてましたからね。そして山賀の2点目は後半6分でした。クロスから山本のヘディングシュート、いい配しましたね、山本選手がね、まあ、ディフェンダーの後ろからスッとニアに行きました。そして後半11分の船山のフリーキック、難しいボールですけどね、笠原選手がうまくセーブしましたね。もうボールが回転していないんですね、落ちてますからね、急激にね。そして山賀の後半18分、これいい位置からボール、いい位置からボール取ってね、サイドにボールを展開して岩上のクロスに山本、ただここも笠原のナイスセーブがありました。岩上選手しっかり見てね、うまく合わせましたよね。難しいバウンドという奈良市さんの声もありました。そして後半22分には PK、 船山、ここもまた水戸のゴールキーパー笠原の好セーブ、好セーブでもありますね。船山さんがうまくこう、まあ、入っちゃったかなっていうかね、タイミングでね、入ってしまったところあるかもしれませんけどね。そして山賀の3点目は再びセットプレーですからね。もう本
当にもういろんなね、コーキックの精度ですよね。岩上選手がいろんなボール供給できますからね。そして三笘、後半34分クロスからこのヘディング、これ難しいと思うんですよね、この反応もね。野沢の好セーブです。まあ、正面ではありますけどね、本当に少しずつこうポジションっていうのを変えてると思うんですよね。まあ、今ご覧いただいたようにハイライト映像の中でも、まあ、山賀の得点シーンを中心にお伝えしましたが、ただその中でも、はい、ミトホーリーホックのゴールキーパーの笠原の好セーブが目立った今日の最終節だったと思いますが、いかがだったですか。いや本当に、まあ、笠原選手だけではなくて、そのミトもね、しかしたら自分たちのスタイルというのをしっかりこう出してくれてたと思いますよね。はい、やはりこう嫌な時間帯でやはりこう点を取られた、そういうところを、来シーズンどうするかですよね。どう修正していくのかですね。